ソフトウェア工学はソフトウェアを対象とした工学である。すなわち、有用なソフトウェアが持つ特性、構造を探り、その構築、維持、管理に有用なプロセスを出す学問である。ソフトウェア工学はソフトウェアの開発、運用、保守に関して体系的、定量的にその応用を考察する分野である。ソフトウェア工学は工学であり、ソフトウェアの信頼性。 保守性、開発効率の向上などを目的とする。ソフトウェア工学には設計法と生産法の2領域がある。設計法はソフトウェア構造を扱う。ソフトウェア生産法はソフトウェアライフサイクルプロセスを扱う。これら2つの領域は利点と制約の面で相互関係がある。ソフトウェア工学には要求分析、ソフトウェア設計、 プログラミング、ソフトウェアテスト、ソフトウェア保守といった作業に関する知識、ツール、手法が含まれる。ソフトウェア工学に関連する学問分野として、コンピュータ科学、コンピュータ工学、経営管理論、数学、プロジェクトマネジメント品質管理、人間工学、システム工学がある。また、他分野とクロスオーバーしていたり、もしくは、 ソフトウェア工学の一分野だったものが独立して別分野を形成したり別分野で培われた技術や概念がソフトウェア工学の対象となることもある。ソフトウェアエンジニアリングという用語はブライアン・ランドルが考案し1968年の NATO ソフトウェア工学会議で FL バウエルが使ったことで一般に広まった。人が臓器からなるように ソフトウェアもコンポーネントからなる構造を持つ。この構造をソフトウェアアーキテクチャというデザインパターン、アンチパターンはアーキテクチャより詳細度の高い構造である。また、プログラミングの指針をプログラミングパラダイムというパラダイムは結果として構造に影響を与える。例えば構造化プログラミング、オブジェクト指向プログラミングが挙げられるソフトウェアは生まれ、 仕事をして死ぬ。すなわち構想から廃止までの全身的な発展、ライフサイクルを持つ。ライフサイクルをプロセスとして認識した時によく見られる。ライフサイクルの方をライフサイクルモデルという。ライフサイクルを構成するプロセスはライフサイクルプロセスと呼ばれる。例えば、ライフサイクルプロセスはしばしば開発、運用、保守に分けられ、そのうち、 開発プロセスはよく研究がなされている。開発プロセスモデルの例には、要求分析からテストまで、順次一つずつ行うウォーターホールモデル、開発期間を短く分け、短期間に各開発工程を行いそれを繰り返す、スパイラルモデルが挙げられる。ソフトウェアライフサイクルを定義する規格には、ISO12207 がある。ソフトウェアシステムをより良くする。 様々な方法論がソフトウェア工学として研究されている。ライフサイクルごとの方法論やアーキテクチャ実現に関する方法論などがある。特定の設計を採用しそれが開発プロセスと強くリンクするような方法論も当然存在する。オブジェクト思考開発方法論、ドメイン駆動設計がその例である。ソフトウェアがより良い構造を持つための様々な 方法論が研究されている。企画としては、運が挙げられる。ソフトウェアライフサイクルプロセスの一つである、開発プロセスをよりよく進めるための方法論、その研究をソフトウェア開発方法論という、方法論であり、典型的なパターンを見出しモデル化する分野とは区別される。プロセスに着目した方法論には、ウォーターォールモデルに従うウォーターォール開発、 スパイラルモデルに従う反復が高いアジャイルソフトウェア開発などが挙げられる。アジャイルソフトウェア開発のいくつかの開発手法では、例えばコーディング前にテスト用のコードを書き、コーディングはそのテストに通過することを目標にして行うなど、順序や各工程の意味付けを大きく変更している。ライフサイクル全体のマネジメント企画には、CMM、クミー、 ISO 9001、ISO 12207、SLCP、IEE、e、ソフトウェア規格、ファンクションポイント法、ピンボック、イスバック、ISO、IEC 9126などがある。開発プロセスと運用プロセスの統合を目指す、分野、方法論には、デバップスがある。ソフトウェア工学の典型的な定義として、以下のようなものがある。 ソフトウェアエンジニアリングという英語の場合、必ずしも工学の一分野を指すわけではなく、以下のような用法もある。ソフトウェアエンジニアリングは、ある種の学問的訓練、専門教育が必要であり、それにはソフトウェア開発には必ずしも使われないものも含まれるとする人もいる。よく言われる例えとして、建築に携わるすべての人が、建築学者ではないのと、同様、 ソースコードを書く人が常にソフトウェア工学者とは限らない。また、カナダのプロフェッショナルエンジニアーズオンタリオという団体はソフトウェアエンジニアリングという故障自体に反対している。すなわち、ソフトウェア開発は工学と呼ぶには未成熟で、それに携わる人々はプロのエンジニアとは呼べないという。ソフトウェア工学を工学の一分野としてどう定義するかは、 人によって異なり論争が行われてきた。デイビッド・パーナスはソフトウェア工学は実際に工学の位置形式であるとした。スティーブ・マコネルは工学ではないとしたが工学へと進化すべきだと主張した。ドナルド・クヌースはプログラミングは技であり科学だとした。エドガー・ダ・イクストラはソフトウェアエンジニアリングとソフトウェアエンジニアという用語が特に アメリカが思春国でご用されていると指摘した。ソフトウェア工学はコンピュータ科学であるかの議論ソフトウェア工学が工学であるとした場合、ソフトウェア工学がコンピュータ科学の一分野であるかという命題も長年の議論の対象となっている。ソフトウェア工学はコンピュータ科学の一分野であると信じている者も,もいる。コンピュータ科学が数理論理学や、 計算複雑性理論などを含む計算全般を扱う学問であるのに対してソフトウェア工学はあくまで実用目的でコンピュータ処理を設計するものであり異なる分野であると考えている者も,もいるソフトウェア工学はコンピュータ科学でないという意見の中には科学か否か以前にソフトウェア工学はそもそも工学としての性質すら全く持っていないという考えさえある デイビッド・パーナスは、私はソフトウェア工学をコンピュータ科学の一分野としてではなく、土木工学、機械工学、化学工学、電気工学などなどの要素を組み合わせたものとして扱うとしている。1949年のエドサックにおいてすでに、ローダが初歩的なアセンブラの機能を備えていたことが知られる。1950年前後には、 エドサックやエドバックといった初期のコンピュータにおけるプログラミングについて文献が交換され、初歩的なプログラミング手法が知られるようになった。言語としては直接バイナリで機械語を記述する煩雑さからすぐにアセンブリ言語が生まれた。1950年代中頃にはオートコード、フォートラン、リスプといった初期の高水準言語が現れた。 プログラミング言語の実用性を疑う向きも多かったことから IBM が開発したフォートランコンパイラは初めての試みであるにもかかわらず生成コードの最適化のために多大なコストがかけられ結果としてプログラミング言語の有効性を納得させたソフトウェアクライシスというフレーズは1968年に開催された なとコンファレンスオンソフトウェアエンジニアリングで現れたものとされている。1970年代になるとユニックス、コードリポジトリ、メイクなどの協調的ソフトウェアツールが登場する。1980年代、パーソナルコンピュータが登場し、急速に広まり、市販ソフトウェアも大量に販売されるようになっていった。スモアルトック -80 が公開され、 オブジェクト思向が新たなパラダイムとして徐々に注目されていった。1990年代になると、オブジェクト思向プログラミング、アジャイルソフトウェア開発、エクストリームプログラミングが徐々に主流になっていった。2000年代になると、Java、Ruby、Python、PHP といったインタープリタベースの言語や、ネットフレームワークのマネージコードなどが多用されるようになった。 ソフトウェア工学はまだ若い分野であり、今も発展し続けている。最近のソフトウェア工学の重要な傾向を以下に示す。ありがとうございます。